フローチャート。フローチャートは、プロセスの各ステップを箱で表し、流れをそれらの箱の間の矢印で表すことで、アルゴリズムやプロセスを表現する図である。アルゴリズムやプロセスについて、単にその順序だけを示すものであり、全体から詳細へというような、段階的な説明ではない、ないし、記述者が意識して、そのような階層を作る必要がある。また、データフロー図と対比すると、 より重要であるデータの流れをフローチャートは表すことがなく操作を順に示すことでデータの流れを暗示する。しかしフローチャートは様々な分野の工程の解析、設計、文書化、管理に用いられている。フローチャートは複雑なプロセスやプログラムの設計及び文書化に使われる。他の図と同様何が行われているかを視覚化するのを助け、 それによって見る者がプロセスを理解するのを助け、さらには、欠陥、ボトルネック細かい特徴などを発見できることもある。フローチャートには、様々な種類があり、それぞれ固有の部品、箱や気泡を持つ。最も一般的な箱は次の2種類である。ページをいくつかに分割し、異なる、組織の制御を異なるに描く、形のフローチャートは、 部門間協力型のプロセスを表せる。特定のレーンに描かれた部品群は、その組織の制御下にあるプロセスを意する。この技法は、各活動の責任分担を明確化でき、意思決定をまさしく行えるようにする効能がある。全体として一つのプロセス、事業、プロジェクトなどを実施する際の各組織の責任を明確化出る。プログラミング言語の教育においては、 処理を理解するために用いられることがある。例えば、コディチェ1という地図だからだけでは、繰り返しの1回目では、コディチェ2は実行されない。2回目かの繰り返しの前に、コディチェ2とコディチェ4の判定がこの順に行われるといったことが、分かりづらいため、そういったことを可視化するには適している。事務処理においては、提出資料の様式として要求するものがいるため、使わざるを得ないこともある。 問題解決において、フローチャートを作成する意味は、などがある。フローチャートは、プロセスのある側面を描いたもので、他の側面は、他のダイアグラムで保管される。例えば、石川薫は、品質管理の7つ、道具として、グラフ、ヒストグラム、パレート図、チェックシート、管理図、特性要因図、散布図を挙げている。また、 非形式的なモデリング言語として、ルがあるが、数あるダイアグラムの一つとして定義されている、アクティビティ図は、フローチャートの一種といえる。いずれにしても、コンピュータ科学の観点からは、フローチャートは、コンピュータのプログラミングにおいて、無条件と条件分岐の分岐命令、5等分と if 分だけを、制御構造として使っているような、構造改善の存在、として扱われている。 構造化をフローチャート的な図法に取り入れた試みについては構造化フローチャートの節を参照。プロセスの流れを文書化する最初の構造化技法としてガール。1921年アメリカ機械工学会の会員だったフランク・ギルブレスがプロセスチャーツファーストステップシンファインディングザアンベストウェイと題して発表した。このツールは間もなく 経営工学の教育に組み込まれた。1930年代に入ると、アラン・エイチ・モーエセンという経営工学者が、ニューヨーク州レイプラシットで、経営工学のいくつかのツールをビジネスマン向けに教えるという仕事を始めた。1944年に、モーエセンのクラスを卒業した後スピナンジャーは、それらツール群を、プロクターギャンブルに持ち帰り、 テリーブロットメッシズチェンジプログラムを開発した。同じく1944年に卒業した和の帳表開発部門のディレクターでフロープロセスチャートを発展させ複数の文書館の関係を示すマルチフロープロセスチャートを考案した。1947年、アスミはギルブレスのフロープロセスチャートから部品群を採用したプロセスチャートのアスミ企画を策定した。 ダグラス・ハートリーは、とジョン・フォン・ノイマンが、コンピュータプログラム、当時のことであるから、機械語を直接人間が書く、というプログラミングであったことに留意のためのフローヤートを考案したとしている。これには、同時代の IBM 技術者による傍傷があり、ゴールドスタインの回想録でも裏付けられている。ゴールドスタインとフォン・ノイマンの最初の、プログラミング用フローチャートは、当時公表されなかった。 報告書プラニングアンドコーディングオブプロブレムズフォアンエレクトロニックコンピューティンインストローメントパート2ボリューム1にあり後にフォンノイマンの著作集に収録されたフローチャートはアルゴリズムを表現する手段として広く使われた今でもその用途で使うものもいるアクティビティィビフローチャートを拡張主に合流箇所に丸ではなく 分岐と同様の筆型を使う、などのしたものとみなすことができるという主張もある。しかし、九百七十年代になると、対話型端末と高水準言語が一般化し、ソースコードでもっと簡潔にアルゴリズムを表現、できるようになり、フローチャートの人気は減退した。また、フローチャートは、五等分を多用したスパゲティプログラムそのものであるともいえ、アルゴリズムの表現としては、 特定のプログラミング言語の詳細に関わらない疑似コードがよく使われるようになった。また、構造化フローチャートという試みもある。渦は、会場の計算方法を示したフローチャートである。最も重要で注意すべきなのは、会場を計算するアルゴリズムの本質は、箱の中に補助的に、従って、以下の解説では6に触れていないが書かれている、変数を参照している。 演算式や変数の代入といったもので表現されていて、フローチャートの箱や矢印は、その順序付けを表現しているに過ぎない、ということである。各工程、処理を示す Web の標準の一つとしては、JISX01211986、情報処理用流れ図、プログラムモーズ、システム資源図記号があり、またその他に、多数の標準や、規格や、 使用や各社まちまちのカルルールなどがある。部品の論理的順序を保つことが重要である。あらゆるプロセスは上から下、左から右に流れるべきである。制御フローではなくデータフローを表現するデータフロー図を描くための部品の規格化が行われてきた。そのような部品は制御フローを表すフローチャートでも、 特に平行車変形の入出力部品詳細化するのに使われている。スターネッカートによれば、フローチャートは様々なユーザーグループ、管理者、システムアナリスト、事務員などの異なる観点からモデル化でき、それらは次の4種類に分類できる。どのフローチャートも流れ自身ではなく、ある種の制御に着目したものであることに注意が必要である。他にもいくつかの分類がある。 例えば、アンドリュー・ベロニスは、システムフローチャート、概要フローチャート、詳細フローチャートという3つに分類した。また同年、マリリン・ボールでは、実際、ソリューションプランニングにおいては、システムフローチャートとプログラムフローチャートの2種類のフローチャートが使われると記している。さらに最近のマーク A ・フライマンでは、さらに様々な種類があるとし、意思決定フローチャート、 論理フローチャート、システムフローチャート、製品フローチャート、プロセスフローチャートはビジネスや政府で使われている様々なフローチャートのほんの一部であると記している。さらに、フローチャートとよく似たダイアグラム技法を異なる名前で呼んでいる場合もあり、例えば、ルのアクティビティ図がある。実数で標準化された図法は、工業、情報処理でどうしてもフローチャートで書かなければならない。 場合に用いられることが多い。一方、株式公開や内部統制のフローを描く場合には、以下のような形式のフローチャートを用いることがある。フローチャートはいわば、ご当分と良い分だけでプログラミングしているようなもので、あるため、プログラミングに構造化プログラミングが現れたように、段階的詳細化などの問題解決の手法をきちんと反映するような、より良い図法とされるものが、 いくつも考案された。そのような図法として、NS 図、W、なしシ,シュナイダーマンティグラム、DIN66261 のほか、ISO、IEC8631、対応する実として、g i s x 0 1 2 8のアネックス A、インフォアマティブには、以下の種類の図法が示されている。また他に、YAC がある。これらが、さほど普及しなかった理由としては、 ノイマンダがフローチャートをプログラミングの補助として採用した頃の機械語プログラミングからの時代の経過で構造化をサポートした高水準プログラミング言語などによりむしろこういった図法よりもアルゴリズムをより明確にプログラミング言語で直接書けるようになったことがあるまた全く技術的でない理由として唯一に標準化されたものでなければ使えないとする信仰のようなものから このように、たくさん提案されているのでは採用できない、といったようなものもある。またこれらを使う際には、数個以上の箱が縦に並ぶようなことは可能な限り、酒きちんとサブルーチンとして切り出すなどして、フローチャートの欠点とされるような書き方は今しめられ、なければならない。そういったことから、フローチャートの語を避けて、構造化チャートと呼ばれることもある。 作図プログラムならフローチャートを描画できるが単に図として描画するとデータベースやプロジェクトマネジメントシステムや表計算ソフトとデータを共有するデータモデルを提供できない一部のツールはフローチャート描画のための機能をサポートしているまた何らかのソースコードあるいはフローチャート記述言語から自動的にフローチャートを生成できるソフトウェアも多存在する ウェブ経由でオンラインで使えるツールも存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。